ベーシックカラーにうまくなじませればご自身の色としてコーディネートすることができるわけ。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、こちらストーリーの5月号、はい、こちらのアネフォーライターが見極めた大人が映えるカラーコーデというところを元にしていろいろとお話をしていきたいと思います。このアネフォーライターが気になったトレンドカラーはグリーンだということなんですね。で、確かに私去年からうまグリーンが来てますよなんて話をね、皆さんにお伝えしてたこともあるんですけれども、グリーンだったりとか、実はセットアップは挑戦しやすいカラーアイテムだったりとか、はい、雨漏りトップス、雨漏りっていうのはね、ちょっとこうふわっとしたパフスリーブだったりとか、ヒラヒラって大きな襟だったり今流行ってるでしょ。そういうような雨漏りトップスはシャーベットブルーなら甘すぎず肌に馴染みますよ、こういうような色ですよね、なんて書いてあったりとかするわけですよ。肌の透明感をアップするならシャーベットカラーは間違いない。シャーベットカラーだったらね、まあ、比較的取り込みやすいじゃないですか。それからね、1つ目、読者の悩みとして、年齢とともに肌のくすみが気になるから色からパワーをもらいたい、そのアンサーとして肌の透明感をアップするならシャーベットカラーは間違いないということでね、確かにシャーベットカラーならね、割と取り入れやすいかなっていうところがあります。それから2つ目、はい、悩み別ですね。こちら、普段着ないから浮いてる気がしますって、確かにそうなんですよ。気持ちはとってもわかります。だからこそちょっと羽織るとか、ちょっとね、私がバブリーと言われ続けはい、肩にかけたりとか、このようにすることによってね、ちょこっとずつ差し色カーディガンから入っていくとかね。読者悩み3つ目、甘くなって若作りしてるように見られそう。はい、トレンドのハンサムアイテムを選べば大人に仕上がるということで、ジレでちょっとね、入れてみたりとか、ほら、JW アンダーソンでもグリーンのね、ラベルワンピースだけれども、ああいうね、ちょっとハンサムなものから取り入れるとちょっと若作りじゃなく見えるよとか、シャツで取り入れるとかね、パリッとした素材だったりとか、ちょっと固めのジャケットだったりとかっていうところから取り入れると意外といいかもっていう話なんです。そして4つ目、カラーコーデが安っぽく見えてしまう、はい、アンサーとしては、高見えカラーで頼れるブランド指名買いリスト決定版なんていろいろ書いてあるんですけれども、いいブランドさんはいいものを出してるかもしれませんけれども、それはそれでは、まあ、私高見えコーデをこうやってやってる上では、もうキュートな値段のところからもいろいろと探してきますね。はい、そして出来上がった身長別っていうのもこういう風にあったりとかしてね、はい、168cm、163cm、157cm などなど、はい、実はこの中に一人ね、生徒さんもいらっしゃったりとかするんですけれども、はい、カラーの力を借りればなりたい自分に近づける、柔らかカラーのピンクワントーンで優しさと女性らしさをとか、遊び心を刺激するカラーオンカラーで黄色、はい、ちょっと私の黄色よりもちょっと柔らかめの黄色ですけれどね、まあ、黄色とグリーンをえいやみたいな感じでオンしてしまいましょうと、カラーオンカラーで、きちんと感と冒険心を備えた赤、あ、大人レッドコーデでみたいな感じで、はい、いろいろとねやってますけれども、はい、そんなわけでね、難しいぞって思われてる方が多いと思うので、ちょっとね、私もどういう風にカラーを取り入れたらいいかなっていうものをご説明したいと思います。まあ、とにかくこういう風にね、ボトムスで取り入れるっていうのが一番簡単なの。特にこのように上を同じ色で揃えてしまうっていうのもある。はい、それでは行ってみよう。じゃん、去年ね、ザラで購入したトップス、ニットのトップスと、それから柄のパンツなんです。去年かなり、五十嵐さんこれ無理みたいな声をね頂戴したんですけれども、脱ぐとこういう感じです。今上に羽織っているのはユニクロ U のショートカーディガンです。はい、ちょっと見慣れてきませんか。ただやはりトップスにこういう色を持ってくるっていうのはなかなか勇気がいると思うんですね。特にこういう柄、合うのは分かるんだけどね、ちょっとどこに着ていったらいいのかしら、あの派手な奥さんって言われそうでみたいなのね、気持ちはすごく分かるので、じゃあこういうトップスをどういう風に着たらっていうのをご紹介しましょう。はい、じゃん、はい、いかがでしょう。合わせているのは感動タックイージーパンツ、はい、セオリーさんのね、そしてジャケットは私の夏物のコットンのジャケットなんですけれども、こういう感じで合わせたら全然普通に難なく着こなせると思いませんか。はい、つまりこのようなね、鮮やかな色とかちょっとどぎついような感じの色はベーシックカラーにうまくなじませれば、じゃん、
自身の色としてコーディネートすることができるわけ。はい、脱いでみるとこういう感じです。まあ、ここまで来るとね、もういい加減色が慣れましたよね。はい、靴をね、今私黒を履いてますけれども、もちろんスニーカーでも OK ですし、特に白いスニーカーなんか合わせると爽やかな印象になるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃん。はい、というわけでね、ベーシックカラーでイネスのピンク合わせてみたの。買ったはいいけれど、ちょっと着るのに勇気がいるっていう方も、色に惹かれて買ったけどっていう方も多いかもしれませんので、このようにね、ベーシックカラーで合わせることによって落ち着いた印象、派手っていう感じではなくなるわけなんです。同じ色だわって前にもお伝えしたミュウミュウのこのセーターを背中に巻いてますが、ちょっとね、暑くなってくると、まあ、こういうものは着れませんので、このね、セーターも、まあ、ちょうどね、シルクが入ってるから結構長い間重宝するんですね。ちょっとだけ肌寒い時とか羽織るのもいいし、これから暑くなってきた時、白いシャツなんかの上にさらっとね、肩掛けしていただいて、はい、よろしいんじゃないでしょうか。なんか私が肩掛けしてたりとかすると、どうもこの人バブルの匂いがする、でもなんかいいみたいなコメントをいただいてすいません。まあ、バブルの香りしてますか。はい、なるべく消しますね。はい、というわけでこのようにして、まあ、ベーシックカラーと合わせるっていうので、ぜひともちょっとトライしていただきたいと思います。はい、先ほどのね、ストーリーの中にも書いてありましたが、セットアップでピンクなんかっていうのもね、そこまでやってしまうと逆になんかいやらしくないんですよ。例えば J.W. アンダーソンのオフホワイトのラペルワンピースをジレ風にして羽織るとかね、そういうちょっと色の面積を少しだけ隠すみたいなことをやるか、フルで色を出すんであれば、そのように面積を少なくするっていうのも一つのコツなの。はい、ちなみにね、ボトムスで取り入れる場合、気をつけなければいけないのは、色をね、どこの場所に持ってくるかによってイメージっていうのが変わるんですよ。やっぱりボトムスにカラーを持ってくる、こう動く場所なので、そういう意味ではアグレッシブな印象を与える、それから全身に取り入れてしまうとちょっと敬遠されてしまうっていうところもあるのでね。例えばほら、花田島さんの綺麗なグリーンのワンピースあるじゃないですか。あれもうまく上に何かを着ることによって、ちょっとね、面積を少なくするっていうことで、怖い人が来たみたいに思われることがないので、うまくコントロールするといいと思います。ちなみにトップスに明るい色とか、こういうカラーを持ってくる人っていうのは、まあ素直ですよね。はい、例えば私どもの生徒さんに、じゃあこの日の授業はどこかに必ず色を取り込んで着てきてねなんて話をするんですけど、上半身に色を取り込んでお召しにいただいてきてる方っていうのは大体素直な方が多いです。はい、そしてボトムスに取り入れてる方はアグレッシブ行動的な方が多いし、全身に取り入れてる方っていうのは、うー存在感みたいな人が多いと思うし、あとはね、ちょっとポケットチーフだったりとかピアスだったりとか小物に取り入れる方っていうのは、割と計画的なおしゃれを楽しむ方だったりとかね、色をどこに取り入れるかっていうのも割と性格が出たりとかしますので、はい、あとね、ストーリーの中で黒をコーディネートした時に何か色を足すことによってっていう話のページなんだけども、まあこんな感じでね、今グリーンがね来てますので、なかなかこれぐらい濃いグリーンっていうのをお召しいただくのは勇気があるってある思われるかもしれませんけれども、スカーフで取り入れたりとか、ほら花さんもスカーフやってますよね。スカーフで取り入れたりとか、ちょっと透け感のあるもので試されたりとか、小物でねバッグから取り入れたりとかっていうのもなかなかいいんじゃないでしょうか。はい、結構読み応えのあるストーリー、5月号でした。今日のコーデですか。はい、ボトムスはザラですね。これ2年前かなに購入した黄色いパンツ、ザラでございます。そして靴はロジェビビエ、そしてインナーがトゥモローランドのオリジナルのセーターで、こちらのジャケットがアルマーニです。ちょっともうね、そろそろ季節的にはコットンに変えなければいけないんですけど、寒かったんですね。ちなみに今日も寒いです。はい、というわけでね、ぜひ皆さんお風邪などひかないようにお体ご自愛ください。それでは、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それから LINE の公式アカウントへのご登録もお待ちいたしております。動画のプレゼントとか、それからファッショニスタ診断などいろいろあります。それからね、皆様しか知り得ない情報なんかもゲットできちゃいますので、ぜひとも
ご参加ください。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。